2014年バレーボール男子欧州リーグは毎年開催されているバレーボール欧州リーグの第11回男子大会であり10カ国が参加。前回は最初の4セットが21点制だったが今回は25点制に戻された。決勝ラウンドが集中開催方式ではなくホームアウェイ方式で開催される。優勝チームには次期ワールドリーグ出場権が与えられる。 同時期開催の2014年ワールドリーグに出場するポーランドとトルコが党大会にも出場。同年度ワールドリーグ出場チームが党大会にも並行して出場することは男子大会では前例のないことである。予選リーグラウンドと決勝ラウンドの2本立てで行われる。出場10チームがセブ、欧州ランキングによって打工システムでプール AB の2グループに分かれる。 二回戦争あたりのリーグ戦を5週にわたって行い、各グループ上位2チームが決勝ラウンドに進出。同じ週末に同カードを2試合開催する日程であるため、正確なホームアウェー方式ではなく、1チームの対戦相手につき、ホーム2試合あるいはアウェー2試合のどちらかになる変則リーグ戦である。予選リーグラウンドより進出した4チームが、ホームアウェー方式で準決勝。 決勝を行い、優勝チームを決める。優勝チームは FIVB が制定する規定を満たしていれば、次期ワールドリーグに出場できる。SF1、SF2、ありがとうございます。